こんにちは、小林食品の土井です。今日は自宅で簡単に作れる味噌玉の作り方を紹介していきます。はい、用意するものは、味噌が 15g と、お好きな具材を用意してください。今回は、切り干し大根と、巻き麩、そしてネギを用意しました。使用する味噌は、出汁入りではない普通の味噌を使用していきます。はい、では実際に、作っていきます。用意した具材をこちらのサランラップの上に乗せてくるんでいくだけです。はい、このように、くるんで完成です。では実際に、こちらを味噌汁として、飲んでいきます。では実際にさっき作った味噌玉を味噌汁として、作っていきます。さっき丸めた味噌玉を器の上に開けます。で、あとは、カツオと昆布の合わせだしですね。今回こちらを味噌玉一つに対して 150g 入れて完成です。で、味噌を、溶かしたら完成になります。はい、こちらがで、完成です。はい、ではいただきます。普通の味噌汁と変わらずですね、カツオと昆布の香りをしっかりと感じることのできるお味噌汁になっています。まあ、今回は顆粒だし等を使わずに味噌をだしで割って作ったので、より本格的な味噌汁の香りを楽しむことができるようになっています。次回はですね、顆粒だしを使って味噌玉を作る方法を紹介していきます。ありがとうございました。